鈴木まりこです。トランプ大統領がウィスコンシン、そしてミシガン州の票を順調に増やしていった矢先、深夜帯に一旦集計作業が保留となりました。朝方その集計が開始した際にですね、もともとは劣勢だったバイデンの票が突如として垂直に伸び上がり、そして一気に逆転したという現象が起きました。前回の動画をご覧いただいた皆さんもご存知かもしれませんが、私自身はこの現象を垂直爆上げバイデンと呼んでおります。ではなぜこのような現象が起きてしまったのか、そしてこの現象に伴い様々な疑惑、そして不思議な現象が起きておりますので、その点について皆さんとまた改めて共有していきます。アメリカ大統領選挙、そもそも今何が問題になっているのでしょうか。一言で申し上げますとこちらです。合法か非合法か、すべての票を集計するように両候補とも、訴えているものです。ただし一つだけポイントとして、バイデン候補はすべての票を集計しよう、そう訴えていますが、トランプ大統領はすべての合法票を集計しろとおっしゃってます。この合法か非合法か、この点が一番のポイントとなります。もともとこの垂直に伸び上がった集計の票は、郵便投票によるものがほとんどだったんですね。1時間の間に12万票一気に増加した票のほとんどがバイデン票となっていた現象も含め、そもそもトランプ大統領は郵便投票に対して非常に否定的でした。こちらの、ツイッターにも書かれている通り、不正選挙について指摘をしています。郵便投票によるもの、その可能性が非常に高いというところは、長期にわたってトランプ大統領はずっと訴えていました。郵便投票、今回はコロナ禍、パンデミック、ソーシャルディスタンスなど様々な要因により、郵便で投票する方が非常に増えたんですが、加えてこのような現象が報告されています。すでに亡くなられた方、引っ越しをされた方、選挙権を持たない18歳以下、選挙権を持たない外国人のもとにも郵便物が届いたり、そもそもその郵便物を荒らす、ポストを荒らすという現象もたくさん報告されていました。ちょっと不思議な現象としては、170歳、180歳であるはずの、おじいちゃんのもとにも郵便投票が届いたりだとか、はっきり言ってかなりずさんな状況がたくさん報告されています。日本では全く考えられないことなんですが、このように各州の管理に委ねてしまっているがためにずさんな状況が続いていました。そしてこちら、その状況を見て、もともとこちら左上、ジュリアーニさん、元ニューヨーク市長でございますけれども、このジュリアーニ弁護士はずっとトランプ大統領の専属弁護士だったんですが、この状況を見かねてたくさんの方たちが名乗りを上げ、立ち上がりトランプ大統領をサポートしています。左下、リン・ウッド弁護士、ジョージアで活動しているかなり敏腕な現地の方からも非常に人気な弁護士さんですね。そしてこちら、マイケル・フリン氏、もともと2016年トランプ大統領の初政権の際の大統領補佐官でいらっしゃったんですが、ロシア疑惑、つまり2016年の選挙そのものがロシアの介入による不正選挙だという訴えが民主党からもかなり何年も続いて、結局何も証拠はなかったんですけれども、その当事者の濡れ衣を着せられたのがこのマイケル・フリン氏です。そしてうだつの上がらない裁判の状況を見かねて、このシドニー・パウエル氏がマイケル・フリン氏をサポートし解決に導いたという、こちら4名が中心となりトランプ大統領をサポートしました。トランプチームリーダーはこちらジュリアーニさんです。もともとは後ろにいらっしゃるパウエルさんも一緒にチームとして初めのうちは活動していたんですが、途中から分裂してパウエルさんは刑事事件の方を担当することになりました。そしてこちらトランプチーム9つの主張、たくさんこちらございますけれども、先ほども申し上げた通り、代理投票がされていたりだとか、不在票も集計されていたりだとか、このようなあらゆる不正の可能性、証拠となるような
現象、そしてたくさんの証言も集まってきました。もう一つですね、こちらネットの方でも非常に話題になっていたんですけれども、激戦区スイングステイツの中で特に起こっていた現象として、このように事前投票の登録者数を 100% 超えする数字で投票がされていたという現象も報告されています。まずそもそもアメリカの選挙は事前の登録が必要になります。そして登録をした上で登録の権利を得て、そこから投票が実現可能になるんですけれども、100人が登録をしたとしたら、こちらのネバダ州でいうと125人が投票していたという現象が起きています。実現可能かというと 100% 超えは絶対に不可能なんですが、そもそも登録をして 100% その方たちが投票もしたという数字、現実的とは言い難いと思います。そして後々に発覚したのはこちらミシガン州の数字なんですが、郡や地域によっては 100% どころか 781.91% の投票率、登録者数に対して投票が行われていたという数字もございます。選挙立会人の入室拒否、そもそも選挙は公正な状況を管理するために立会人制度があります。ですので民主党共和党の各政党から立会人を募って、その方たちがきちんと公平に公正に開票作業が進んでいるかを、見られる状況になっているんですが、このように目隠しがされていたりだとか、起きてはならないような状況が多数報告されていました。そしてもう一つポイントとしてこちらご覧ください。そもそも当選と当確は違います。ちょっと混乱しやすい部分ですので少し説明いたしますと、当選というのはもうそのまま、選挙に当選をして確定をした状況のことを言いますが、この当確というのは当選確実の、を略したものでして、ですので当選確実だろうということで確定ではないんですね。こちら州の中でそれぞれ確定した状態が赤、青、そして、優勢な状況がピンクや水色になっているんですけれども、この時点で、ちょっと時間の記載はないんですが、このウィスコンシンやミシガン州に関して、そしてこちらのスイングステイツもそうなんですが、どの州も実は確定していない状況で、確定当選、つまり当選が確定しましたよというような表がGoogle 上でも表示されていたんですね。この時点では本来当選ではなく当確と表示されている方が正確なんです。そしてトランプ大統領が選挙の結果を認めないと訴訟を進めていくと訴えたことにより、バイデン陣営ももちろん黙っていませんでした。日を追うごとにその両者の勢いが増していって、さらにはバイデン氏、トランプ大統領を恥ずべきだと非難します。アメリカの大統領選挙では敗者が慣習的に敗北宣言をして、その上で勝者が勝利宣言をするという順番が通常なされているんですが、トランプ大統領が敗北宣言をしないので、バイデン氏も実際、勝利宣言ができないといったジレンマがある、もどかしい状態が続き、そして敗北宣言をしないトランプ大統領を公然と非難し続けました。男らしくない、みっともない、往生際が悪い、そのような声はもちろんバイデン候補だけでなく世界中の、そしてもちろん日本のメディアの中でも聞かれた表現だと思います。ですがポイントとしてこちらも押さえなければいけないのは、その敗北宣言というのは決して憲法や法律の中で記載されている絶対にしなければならないものではないんですね。あくまで慣習として行っているものですので、負けを認めないならはっきり言ってやる必要がありません。そのあたりが、メディアによってやるべきことをやらなければならないことを、ボイコットした、すっ飛ばしているというような表現がとても目立った気がしています。そして、このような状況、選挙が1日で完了せずに長期的にわたって、もつれてしまう状況は以前にもございました。記憶に新しい選挙では2000年のジョージ・ブッシュ氏対アルゴア氏の対決です。こちらも36日間選挙がもつれ、37日目にこのアルゴア氏が敗北宣言を
したことによって終結をしました。過去にも最終形でもつれた大統領選はあるんだよ、あるだけにということです。そして、こちら、まあ、かなり大きなニュースになったのがこちらですね。スイングステーツの集計機、これが全て同じ会社のシステムが導入されていたということも報告されています。その会社名がこちらドミニオンですね。ドミニオン社というのは、まあ、集計機というよりも集計システム、集計サービスそのものを包括的に担当している、あの提供している会社なんですけれども、このドミニオンが介入し、まあ、おかしな票の動き、そして集計ミスなどもたくさん報告がされていました。こちらのドミニオンの導入されていたのが30州、およそ30州だったとも言われています。そしてこのドミニオン社が民主党候補、民主党の議員たちとの関係性がかなり深いという報告も上がっています。そしてこちら、メディアもこぞってバイデン氏の勝利を訴えていました。もう各世界各国のリーダーたちも、もうご覧の通りツイッターや SNS を活用して祝辞を述べられていました。ジョー・バイデン氏、そしてカマラ・ハリス氏おめでとうというのがたくさんある中で、こちらも、日本の菅総理も祝辞を送られていました。ただしこの時点では、まあ、何度も申し上げますが、バイデン氏の勝利は、当確であっても当選が確定していたわけではないんですね。これを、マスコミがあたかもバイデン勝利はもう確定をしていて決まっていたかのように発信をしていた。メディアがこぞってバイデン氏を応援していて、それ以外の事実だとか真実の状況がかすめられてしまっていたというのが私の意見です。この続きは次の動画でお伝えしていきます。ありがとうございます。